耳の模式図1、頭蓋骨2、外耳道3、自戒4、鼓膜5、卵塩甲6、土骨7、絹骨8、ぶみ骨9、前提10、下牛11、超神経12、時間時間解放症とは、通常は閉鎖されている時間が解放されたままの状態になり、自閉感や自生協調などの症状を引き起こす疾患である。 時間は、陰空と中耳光をつないでいる管で、大気と中耳光の圧調整を行っている。塩化運動を行うと時間が短時間解放する。時間解放症は、ジャーゴによって1867年に初めて報告された病気であり、時間が解放されたままの状態になり、症状が出る。ゾルナーは0.3%、フィッシュバーグは7%、 ミュンカーは6.6%と報告している。小林、自分の呼吸音の聴取が典型的な症状であるが、ロビンソンは低音域の難聴、機械転生めまいが起こることを報告しており、耳痛、音程のズレなどの症状も起こる。前屈や行外でこれらの症状が警戒消失することがある。ありがとうございます。